皆さんこんにちは。Bレジェンド管理用紙のぬのめです。今日もお題に沿ってコンビニにお買い物に行ってきたいと思います。今日はですね、コメントをいただいた方ありがとうございます。コメントをいただいた内容のお題にしたいと思います。今日のテーマは300円以内で買えるのぼせホテリを抑える食べ物になります。このテーマで選んでいきたいと思います。それでは行ってきます。それでは買ってきました。今日のテーマはのぼせやホテリなんですけれども、こののぼせホテリっていうのはホットフラッシュとも言われる症状のようです。これはですね、自律神経失調症に分類されるんですけれども、主に更年期障害の一種というふうに言われています。よく更年期障害って聞くと女性をね思い浮かべると思うんですけれども、実は女性だけではなくて男性も起こります。ともにその症状のうちに、そういう顔のホテリとかのぼせというような症状が挙げられます。これはなぜ起こってくるかって言いますと、年齢が上がりにつれて女性ホルモンですとか男性ホルモンというのが減少してきます。それが減少することによってホルモンバランスが崩れて自律神経が乱れてくるということで起こってきます。ですので今日は更年期障害といったところにより良い食べ物というのを選んできました。それではご紹介します。まずですね、一つ目はこちらはですね、魚の練り物になります。魚の種類何でもいいと思うんですけれども、タンパク源になるものっていう観点で選んできました。自律神経をですね整えるのに、また更年期障害の、予防するのに、タンパク質をしっかりと摂ることがいいと言われてますので、まず一つ目はタンパク質が多く入っている魚を使ったものを選んできました。二つ目、お豆腐になります。同じくタンパク源になります。実はですね、ホットフラッシュには、ホテリですね取るのに大豆製品イソフラボンがいいというふうに言われてます。ですのでイソフラボンの多く入っている大豆製品選んでみました。これだけ見るとお酒のおつまみみたいでね、実はただあんまりアルコールは良くないというふうに言われております。そして最後の3つ目、きな粉がかかったスイーツ。今回はわらび餅を選んでみました。先ほども言った通り大豆製品というのがタンパク源であって、でなおかつイソフラボンが入っているのでいいというところだったんですけれども、それに加えて更年期障害を和らげる方法としてリラックスすることというのが大事になってきます。ですので美味しいスイーツを食べて幸せな気持ちになることで和らぐんではないのかなということで、3つ目はスイーツで選んできました。今日の商品のそれぞれのお値段なんですが、練り物298円です。そしてお豆腐、絹豆腐選びましたけれども、もちろん木綿でもいいです。お豆腐はですね2個入りで160円ぐらいでした。ですのでこれ1個ですと7、80円でしょうかね。わらび餅の方は200円で買いました。ではですね、今日はコメント欄に書いていただきましたお題、のぼせホテリを抑える食べ物っていうのを管理栄養士目線でコンビニで選んで買ってきました。ぜひ気になる方はですねお試しいただければと思います。引き続き皆さんからのお題コメント欄の方にお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。